んだよ。私が菓子作ってるのがそんなに珍しいかよ。ち、何がバレンタインだ。ふざけやがって。ああ、何見てんだよ。偽物じゃねえぞ、黒騎士。主の喜ぶ顔が見たいっちゃ。主はいつも優しくしてくれるよね。そういうことしてると勘違いされちゃうよ。え？うちには言われたくないってどういうことっちゃ？恋と愛の取材に出陣です。取材だけではなく、私自身が一から恋を学び直して絶対にいい小説を書いてみせます。期待しててくださいね、園長さん。大切なクロさんのために。クロさんは非常に徳のある人なので、たくさん幸せになるべきです。それでその私がチョコレートをあげたら幸せになれるでしょうか。かわいいって言ってくれるかな。